ピコンタイム。あ、拍手。いただきます。いただきます。あ、遠いな。まあこれ皆さんね、クリックしてるってことはサポートということが分かってるはず、はい、これ北あかりだっけ。北あかり、このちっちゃいジャガーの子めっちゃ好きなんや。あ、すげえいいよ。ただちょっと塩辛が、塩辛が NG。 ボタエビ言ってください。俺ね、このね、北海道のボタエビ感動した。なんかちょっとなんか草木が一緒にいますね。あー、ボタエビ美味しいよね。うまい。甘い。甘いよね、うん、うまい。いや、すごい。わさびに負けないもん、甘みが。うん。ということで、うん、明日はね、おなじみのケイズでの実践になりますけども、うん、なんかね、何言うとかなみたいなね、話をね、ちょこちょこしてましたけど、ラインナップがね、ざっくりしてるからね、看板機種ドンドンドンって感じだからね。北斗の修羅とか、ノーマルを攻めてもいいかなって思うの。藤子もやったし。そうね、もういいの。レブはいい。レブはレブ、レブいいのも一旦お休みしようかな。レブいいの。セイフセイヤとかいいの。セイヤも一旦お休み。セイヤはね、飛行機ない時に、うん、そんな突き抜ける自信あるんですか。あるんですか。念のためね。いや、もうね、やっぱね、今日がね、104回目。もうね、あのミッションの枯渇が著しいわけですよ。いや、私なんてね、100回を機にやめたろうかと思うぐらいね。ミッション制を、わかる、高々と宣言しようかと思ったけど、じゃああれにしない、うん、テーマにしない。テーマ、うん、今日のテーマは、うん、勝つ、うん、とか、もう具体的なやつがあってもいい、うん、いや難しいよな。まあとりあえずじゃあ明日の戦略はね、うん、もうちょっと出たとこ勝負になりますね。そうですね、これはさすがに、あ、ちょっと考えます、人が。そして実は今進行している話として、おい、新たなね、うん、グッズ、そう、なんかね、そう、一応俺が思った感じのは、うん、こう言ってみた、はい、もうそれこそザ・松本が今着ているような、うん、僕こういう白いやつ、まあ T シャツのこのポケットついてるやつが好きなんです、はい、まあよう着てます。私今日も、まあ、黒ですけどポケットついてるやつを着てます。で、ここにあの夏田ママリのコインケース、あー、はい、これですね、このロゴ、ちょっとシンプル系、本がいいね、僕は、うん、色は多分何種類か展開するとは思うんだけど、うん、シンプル系、ちょっとじゃあやるんであれば近々ちょっと長めにね、うん、時間取れる一個の時に、うん、また書き起こす作業を、うん、まあまあやったよ、うん、したいなと。俺の試験したやつがクソだぜみたいな感じだったの。ドロンボロケやつ、うん、道具みたいなやつね。そのためにね、うん、勝ちたいよね。勝ちたいのね、結局。結局そういうシンプルなところに落ち着く。とりあえず、うん、明日は勝ちます。これ俺北海道弱えんだよな。弱いよね、ケース超負けてるよね。そうなんですよ、なんか入ってんだけどね。外線ばっか打ってるからっていうことない。北海道の外線対象悪いってことない。明日外線封じします。お、あの決めた、こだわりた、うん、2回やらかしてるんで。そうね、うん、2回2連敗してる。1回ちょっと手出すんです、外線の。じゃあとりあえず明日は外線封じ、うん、なんかじゃあそれに見合ったね試みを考えて明日行ってみましょう。外線封じでいきます、うん、それでは今夜はこの辺で失礼いたします。明日はケイズの前で会いましょう。会いましょう。はいはい、皆さんこんばんちは。入ってない全然。というわけで皆さんおはようございます、こんにちは。どうもどうも、昨晩から、北海道にまたお邪魔しておりますけれども、はい、今回の那須川ママにも、イッチーとバッチーが
ケイズテイズティゼンにやってきました。さあ北海道のケイズさん、おい3戦目ですね。3戦目ですか。第3戦目です。いや昨日はなんかちょっとね失敗したところで、なんかね昨日深酒しなかったじゃないですか。おい今日めちゃくちゃ俺あの体調はいいんだけど、なんか調子が悪いの。やっぱ起きるタイミングじゃない。1時間今2連中ループしてるから。どういうこと 朝こんな位置からループ中だから。ああそうなの。いや疲れてったと思って寝坊しちゃったね。疲れてんだよ。疲れてるね。今日調子悪いな。昨日の方がまだ調子良かったな。大変です皆さん。一緒にやってる僕と多分編集してる成沢はもう痛感してると思うんですけども、市川が疲弊しております。そうですね、朝来ませんまず、そしてあの喋りのエンジンかかるのが遅い、これはね疲弊してるんですよ。解決策を考えました。何ですか。市川がこう、疲れてるので、はい、これは有意識問題なので、馬力と、プッシャーを終わります。僕は全然いいですけど。ぶっちゃけ僕は全然いいです。全然痛くも痒くもないです。あの収入的には、その2本が一番安いんで私の仕事の中で。私がね一番儲かる仕事は一番人気のない段級ジャーニーだから。段級ジャーニー、儲かっております。一人しかいないから一番儲かる。相手が一人しかいないから一番儲かる。はるかに跳ねない、跳ねないけれども死守、していきたい。そうそう、唯一跳ねないと言われてるあの番組が一番儲かる。段級ジャーニーは死守していきたい、あれだけずっとやってれば私もうすごいあのホクホクですよ。なるほどね、バランスって大事だね。大事。だからナスマはねバランスいい方。バランスいいでしょ。バランスいい方。僕も思います、トータルバランス取れたと思う。トータルバランスはいい。そんなこんなでやっていくわけですけども、そうこの番組はそんな疲弊している市川ディレクターが意思を出すことに休みをくれ。そう私が一歩一歩この業界を残っていく番組でございます、ありがたい限りでございます。スーパースター修行中松本パチ。そうですね。というわけで今回もいただこうかと思うんですけども、まあ、昨日も言ってたんですけど、そうですね、外人はちょっと封じてみようかという話を昨日したじゃないですか。そうですね。で私は思ってたんです。まあ今日今回ね、抽選時間が10分遅くなりまして。あそうなのよね。そうだからもう台取ってあるんですよ。私一人で入って、ね、オープニングは台を取った後回転してますお店もね。台取ってきた。だからねちょっとまあ島配置と、そのある程度の勝負の流れ的なものを組んでね、考えて私取りました。よそでねエース級の活躍してる凱旋を使って定熱さんの時にこう破れてる、これは何かおかしいなと。じゃあそのやっぱ逆張りしてみるべきだと思うんです。あの1番のエースが打たれる、じゃあもう普段1番打たれてるやつを登板させてみたらどうだろう。ということでマウンドに上げたのが、セイントセイヤ海王覚醒です。おいやついにね久しぶりに手出しちゃおうかなと思って。まあしかもくしくも、そのセイントセイヤに手出して、ぶっ殺されたのケイズだから。そうなんです。金沢のケイズラパーク。そうなのよ、金沢のケイズお預けしてあります。そうね、私心に決めたんですよ、はい、実践収録の後ろが飛行機である場合は、はい、聖夜には手を出さない。あいっぱい出ちゃうかもしれないからね。そういっぱい出ちゃわないと勝てない台だから。だからある意味禁じ手中の禁じ手を今日は2つ犯してね。あ今日はね、飛行機だけど、そうあえてと。でそれを踏まえた上で何かミッションがあればっていうことなんですけど、最悪の振りだよね。最悪の振りだよね。全部言った上でね。もうここまでもう僕が全部決めた上で、何かあればっていう話。もうその不調なとこ悪いんだけど、一回疲れを取ってほしい。だいたいやってほしい。いっぱい出して疲れを癒してほしい。退屈させないでほしい。そう座りたいし力を座らせてくれ。バカだからてめえよお前。あれだよちゃんとよ。なんで怒られるんだよ。ちゃんとあんまり島の奥の方行くと、ここだと椅子置けねえかもしんねえなっつって。あれしょうがねえからちょっと手前の方選んだよ。ミッション達成。おはようございます。今日はとりあえずはまた、まだ11時半にもなってませんけど、はい、今日もちょっとこの業界の階段を一歩登ってしまった。まあ、勝てればね、勝てればいいだけどね。あなたは勝てば文句ない。そうそうそう、わかりました。それでは満身創痍の市川を連れて、はい、私セイントセイヤゴールドセイントをまずはぶっ倒し、海王の元まで行きましょう。今日はジェネラルバトル全勝です。イエス。あ、終わり今ので。あ、はい、あ終了。今ので言ってください。さすが。おお、言ってください今ので。いい天気だな。なるさんはすごいやりやすかったと思うよ。つって。ああ、バシッ。
店の広告が今入ってます。ケースでネット。ゲットレディーって。そう、ゲットレディよし、行くぞ。はい。さあ、それでは、セイントセイヤ海洋国際になりました。はい。朝一みんながカニ歩きた秘密は、SP スタートを狙っていたんだね。まだでも、バッチョはね、カニ歩きされてないから可能性ゼロじゃないからね。どうやら、外れで、はいはい、ドコーンって出たら、ありえるんじゃないかな。え、ありえんの？レア子役も引いてないのに、うん、30ゲームまでに全長発生するのが、あれ？ただ、これ降格の可能性があるよ。降格かな、降格だな、降格だな。じゃリセットの期待は持てる、うん、降格だと思う、これは全長じゃなくて、うん、降格だね、白降格ですね、ひどけチャンス、市川君チャンス、これチャンスなの、降格でチャンス目と強チェリーは 50% だから、強チェリー、あれ頼む頼む、ウマじゃない、これマジ外してるようだったらセイントセイヤ絶対勝てないから、うめえ、激ウマ13ゲーム今日はやっぱり、今日はやっぱり、よしよしよし、これマジね、多分広告だからリセットだったんよ、でリセットだと不屈ポイントもジェネラルバトルのレベルも大体半分ぐらいかな、不屈ポイント結構優遇されるのよ、ね、バッチも不屈ポイント高めだからな、高めだよ、俺も不屈だから俺不屈だよ、悪いけど、うん、さあ来い頼むぜ、もう俺なんてね、松本のせいでね、セイントセイヤ打てない体になっちゃったからさ、いや打てよ、目の前でさ、ひどい名刺が見てないからさ、打てない体になっちゃってるから、よしこい、ジェネラルバズ、さあ誰だ、さあ誰が出てくる、誰だったらいいとかも分かんないよ、俺も調べないと分からん、全然分かんないんだよね、一応ね、そのねキャラごとでね、あるんだよ、ナンパの時はこの人が何パー出てきてってもあるから、そういうこと、ある程度、あと帯でも一応出るんだけど、はいはい、この2つで予想するわけ、よし行くぞ、おーすごい、ジェネラルバード、ここ突破したらもう今日はもらうぞ、これならいいの、これ誰、これいや、これ誰、これ真ん中ぐらい、真ん中帯は50、怖い、バイアン、あーこれは下手したら低いかもな、大丈夫だ、最低で、最低で 50% ある、なんというコスメ、今日はしかもね、背景はなし、お子さんがせいやさんっていう方だっていう方がね、いましたからね、そうなんだよね、運命かもしれない、今日はよし、おーありがとう、強攻撃だけど、どうすこい、ジャックチェリー、ジャックチェリー、あら、あら、あれ多分無理、あ多分無理、多分無理、よく見かけてる、多分無理、よく見かけたやつ、これしょうがない、よく見かけたやつ、しょうがない、結局、結局また多分無理、うん、しょうがない、けこれはしょうがないから、なんだろう、もうしょうがない、繰り返していくの、不屈ポイント溜まるから、見たことあるけど不屈ポイント溜まるから、話が違う、負けられちゃったら一番最初だから、そっか、じゃあこっから約1時間半はじゃあ当たらないんだね、バカにすんだよあれバカにすんだよ、今日チリーズだけど、ふざけんなよマジで、前回でも天井と天井みたいななんか感じだったよね、やってた、そうか、900ゲーム待ちか、いやいや待って待って待って、あるから、ウノとかやりたいもん、あるあるある、ハマるなら、バカ言ってんじゃねえぞ、ハマんねえよ、だからもう本当は何もなくなったら俺は北海道に生まれ上がる、いやだからもうあれ現場に出るのやめて編集だけやってたらいい、北海道に住んでできんだからよ、それはいいよな、でも俺だって北海道からでも安い結構書くことぐらいしかやることねえもん、俺も動画の編集でも覚えようかな、習って、覚えない、俺ももう一人足んないから覚えな、一人足んない、もう一人足んない、まあでもね、松本編集覚えたらね、
いや、あれやってっから、うん、俺カメラと編集覚えて、うん、俺回してっから、うちね、いや助かる、なすがままにを、あの、なすがままにを後ろから読んだタイトルにしようしたら、ににままがすなにしよう、市川りのにがまま、ダメだ、噛むよ、ダメだな、それあれやろ、スピンオフやろ、うん、で、そっちはあ、うわ、ちょっと思いついちゃった、思いついちゃった、何が、もう全部逆にするからエンディングから撮るの、どう、予想すんの、もう予想すんの、朝一、いや今日はね、何々打って何だったんですけどつって攻めてる、すげえ攻めてる、それいいじゃん、で、だそれを取ったからそういう風に打っていかなくちゃならないじゃん、で、打っていくわけですよ、未来日記と同じ、ね、そう未来日記ね、で、もういかない、どんなメンタルであろうと何もなかったかのように最後オープニングと、それでも負けるって方向の未来日記を考えづらいよね、いやでもあるじゃん、考えづらくないまあそうね難しくない、まあええやん、今日は先生打って8万2000円負けましたけどもええ先生大丈夫ですよっていう回作りづらいでしょ、そう作りづらいけどね、ええやん、攻めてるから、ああありと生まれたね、それやってみたら多分ね、まあ、じゃあ次回のナスマムでやってみたらいいよ、一回相当むずいと思った、ああ生まれたね、ああ今日のじゃあ、ね、勝敗、実戦の展開はどうですか、もう松本純一ダビッドソンさんは、今日の展開ですけど、伸びしろですねこれ店の中でやると自分の声は返ってこなくてちょっと不安になるな、あのね、返しがあるのに、なんだろうな、ちょっと、ちょっと気を張った時の松本ぐらいの感じだった、ちょっとあれだな、気を張った時の松本、よく見ないと無理だな、あんまネタ見たことないからちょっとよく見ないと無理だな、袋、あったら、あったら助かります。ありがとうございます。袋持ってきますかって。じゃあ、今店員さんが袋持ってきてくれたら、はい、伸びしろですねって返して。そうするかな。不安だ。いやー、すごい気遣ってもらって、店員さん伸びしろですね。不安だな。あ、伸びしろですね。笑ってくれた。通じとるやろ、通じてた、通じたろ、うん、通じたやろ、一瞬無の顔の確かに、その後、ああってあれのことかな、うん、ホンダ、今月一番恥ずかしかったね、ホンダだ、今月一番恥ずかしかった、ワールドカップイヤーだからかな、主に愚痴と悪口しかない、そうだろうね、そうだろうね、ありがとうございます、伸びしろですね、ありがとうございます、伸びしろですね、伸びしろ、あ、いいですよ、なかったこと、伸びしろですね、なかったこと、それ、うん、おい、伸びしろですね、伸びしろですね、ありがとう、やばいな、みんな天井まで連れてかれてるな、ハマる、赤まで行く、あれこれ5周確定じゃなかった、あれなんか何個重ね引きしたら確定ってあったよな、おやじくない。おやじくないから分からない。いいよ。早く回せよ。知らなくていいから。これいるだろ。これいるぞ、多分。こっからで行くだろ。12球。あれ、強中に絡んでるっけな。チャンスって出てるね。おー当たってる、強チェリーが当たったのかな、全長的に、よっしゃ2回目、さあ来い2戦目、レア子役笛の人、ソレトン、あ、若干あれソレントか、白だ、白、しかも50、
いやどうだろう、これ本当に50っぽいな。50を抜けれなすぎじゃない。おい、まず一勝、イエーイ、まず突破いたしました。さあ、いくよ、はい、2戦目、レディゴー。あー、画面は普通。ペガサス背景なし、やばい。あー、あー、カンカン、やめろ。ジャック攻撃でお願いします。ジャック、おお、中攻撃、中攻撃、はい、当たるけど、これなら耐えれるだろう、これは耐えれる、耐えれる、耐えれます。よし、やばい、はい、絶対無理、もう負けれない、絶対無理、もう負けれない。ここで負けるのは絶対無理、ここで負けるのも絶対無理。頑張れ、頑張れ。氷河だ、氷河、チャンスパターン。ああ、仲間出んの、仲間も出るパターンある。あと赤もある、いけ、きたー、もう勝ってるじゃねえかよ。さあ、突破したー、やった、当たってどこが見れた、見れないと思ってた。バカ言ってんじゃねえよ、どこ行ってんじゃねえって言いたいよ俺が。さあ、イエーイ、よし、熱い、なんて熱い。さあ行くぞ、響かせるぞ、パオーン、見せてくれってやるぞ、パオーンって言うからね今。ペガサス覚醒、目標150、平均200ですけど下回る。はい、7ドン、7、いったん落ち着きます。あいた、あいた、じゃあ魔王、200、あれ、こんなことあんの、あ、フリーズしてる、うわー、ゲーム、ゲームフリーズ、今のあれだろ、もう確定だろ、終わるわけねえのに終わり、あおり、よし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 、これなんか多分ね、あるんだよね、おそらく一回も上乗せが10超えないときにこうやって出るんだよな。あ、じゃあもう引き上の人、なんか多分ね、救済的なやつがきっとあるはず。まだ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 、よし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 、目標超えた、目標超えた、よしよしよし、平均まで、こっから、平均まで、こっから7揃い、こっから7揃い、あー終わる、1分だったら終わる、あー終わり、190ゲーム、目標はまあまあとしましょう、平均ぐらい、やっぱね、7揃いがいるんすよ。わー、今のバビったぜ、いや今の良かったな、いいフリーズです、いいフリーズ。だからまずは強チェリーですか、まずは強チェリーチャンス目だね、主に。であとはスイカがたまにでかく乗るっていうね、で上乗せした時のその横役によって割合でセイントアタック当たるから、その振り分けでゴールドセイントバトル以上を持ってくると。だまずはね、やっぱ強チェリーチャンス目かな。ラムシャブっていう食べ物自体を食べたことがない。美味しいでしょ、絶対に美味しいじゃん。おーい、スイカか、スイカにしてはちょっとでかいな。2万、あ、チャンス目、乗る、乗る、10乗って、こっからよ、そこでゴールドヘイトバトル、そう、セイントアタックここから引っ張ってくるわけ、ゴールドヘイトバトルがいいね、ね、ここに出てくる。だってゴールドセンター、ちゃんとゴールドクロス切れるゴールドセンターでしょ。そうです、全員切れない人とは違うからね。切れない、もう切れない人は もはやゴールドセンターではない。それはもうゴシムさんだから。あ、そうだ唯一大尊座の、唯一大尊座のね、掃除機、掃除機や、掃除機や、大尊座ノーハーマンのゴシマ、そう、あれあれ終わっちゃう感じで、いやー、もうセントセイヤのいいところは終わってもジェネラルバトルだから、負けなきゃ終わんねえから、勝てるわけない。この間ずっと言ってたけど、ずっと言ってたけど、それ負けまくっちゃう、勝てるわけない、さっき3連勝したばっかりなのに。
ジュニアルバトルだ。ならばやるしかない。間に合え。あー始まっちゃう。勝てば無限じゃん。始まる。勝てば無限でしょ。だって別に50パー3点くらいすればいいじゃん。そうよ。よくある話。最低50パーよ。よくある話。よくある話。いきます。どこで決まってんの。それがすごい気になる。どこで決まってんの。あペガサス背景チャンス。これいったでしょ。まずは一勝いったのか。よし大丈夫だ。中攻撃。あれ立てる立てる。全然立てるよ。ピケーン。いいよし危ない。セーフセーフ。1回あと2回にだ、うん、とりあえず1回勝ったことは忘れよう。簡単なお仕事です。50本を引く。あらら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  ら, ら, ら。そして攻撃はやばやらやばやらやば。あか偉そう偉そう。あか無理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 。これだとあと1個繰り返せばいいだけだぞ。おいここでやれなかったらいつやるんだ。今日は画面ここだぞ。ここ味方画面、味方画面でガッガッ、ね、同じことをもう一回せーの、せいせやーなしーなし。先先先おいおただ弱気、セリフは弱気。あああ終わり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 。2回目の終わり。2回目の終わり。なんとかなんとかサービス頼む頼む。サービスサービス頼むって絶対やると思った。ダサーン逆転逆転。ああ、あれえ、えらいえらい高設定出世だったかな。えらい画面。ただこの子役によっては逆転復活もありえる。中断中断中断チェリー中断チェリー。今日ならありえる。あ中断チェリー中断チェリー着チェリー。これなんだっけな。いやー惜しい。後半これもう移動した方が賢明だろうな、スペック的に。おやめちゃう。いや、せいやだ、せいやで終わりでしょ。あ、違う、違うせいやってこと。違う違う違う。え、なんかもういいの、もういいの。あらら、何どこよ。あーバカじゃねー。こっから俺は具の骨頂だぜ。この残り時間がねえ中でせいやに金突っ込んだんてな。まあ確かに。おこれはもう勝ちとは言えないよ。これもおこれやむを得ない。次は何を。これはもうねこれ考えるしかないね。じじじやじやジャグラーになっちゃうけどジャグラーになっちゃうけど。だって2周目絶対間に合わないもん。まあ多分まあ一応まあそうありえるっちゃありえるけど1時間は少なくても見積もどんなに少なく見積もっても1時間かかるとして1時間、うん、まあなくはないか。行ってみる。こう設定しさとか出てるしで、うん、800ゲームの更新。いやいやいや飛行機の時間マイナス取り切れないしマイナス。おらい100ゲーム。あれあー成長いやないよビリーブあーもうあと一発はいけるな。まだまだいける、ね、寝てしまう。これは寝るんじゃないよ。これは自ら立ち上がるしかないか。寝るんじゃない。うわ起きろうわお仕事中だよ。あー遠いなぁ。テレレテテダイロどこにどこ行くの。ジャグラーを撃つ。結局じゃん結局そうだじゃん。じじじ382いいですね。余ってませんよ全然。いいですね。私にただまあ追加投資はしてます。本番はここからなんですけど。当たり見えよう。本番はここからなんですけどね。当たり見えよう。さあ来い。ソレント60番50個じゃ上がってない多分。食らって、あ中攻撃うわーってなって、そして
パキャンってならないで終わる。なんかのじいさん、なんか、ま、これはなんかのじいさん、俺見たことないぞこの画面。何これ、六角。そんなことないだろうけど。あ、次回、はい、GB レベル4以上オア復活。あ、復活ですね、多分。だからこれ復活っすね。あ、マジかよ。あ、次回で GB レベル4以上オア復活。ってことは3人いたってことでしょ。あ、いや、すげえ薄いとこ引いたのかも。だって 50%ずっと表示だったもんね、うん、0. 何パー引いて4に飛んだ可能性がある。どうだ松本、動くかい、ジャグラに。動きません。はい、やりますよね、これは。やります、さすがに。次だって入るの割と濃厚ってことでしょ。次は 80% 以上です。うん、だけどいや、マジ勘弁してよ。勘弁してよ。だけど無理やと思うよ。 20% をダメ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 。1回目で 20% を。いや、これ薄いとこ行ってよ。だってさっきソレートだもんね。そうですね、絶対1から4に飛ばした、うん、ラースコ、ラッキー。これはやった、これは薄いとこ引いた。ちなみにですけど、天井まではまった場合、ちょうど終了ぐらいの時間ですね。ダメだ。ちょうどぴったり、ちょうどぐらい、あの終了の時間。ダメだ、勝て、もう勝て、ここで何かの間違いだ、それ。ポケオでしたね、勝たねえよな。だってチャンス目だもん、これ。ちょ、マジ無理、マジ無理だぞ、ここでハマんのはマジ無理。頼むぞ、頼むぞ。ダメだ、みんな白文字だ、これは無理だ。みんな大したこと言わねえ。これなんか初めて見たけど。おや、おや、おや、ほら、ちょっと長いな。ちょっと長いし、急に、あ、これはあるじゃないか。これは、これ。ざわわ、ざわわ、ざわわ。あー、当たった、もうマジか。マジか、これ。やっぱこういうことある。こういうのが多分上なんだろうな。わかんないけどよ。136ゲームで。ゲーム。これ、ここだよ。これはでかいわ、はい。ここです。これはでかい。ここですよ。ここ早く4以上、4はレベル4は確定します。もう最初から先制の可能性ある。うわ、この時点であるからね、ここであるからね。歌おお、なるほど、歌わない。なるほど、なるほど。さあ、来た、参ります、運命の3連戦。わあ、そういうことだ。でも変わらない。あれ、いや、大丈夫か、本当合ってる、合ってんだろ、さっきの視座画面合ってる。うん、でもね、一応 50% 以上だから。うん、いや、待てよ。あー、強い、強い、大丈夫だろ、大丈夫だな、強い、大丈夫だ、大丈夫そう。いや、まあ、これは大丈夫だ。だけど松本は食らう、パンチ食らって、だけど松本は、あー、なるほど、よしよしよし、あー、やっぱ豪華ですね。さあ、ペソ、なれ、なれ、歌、なれ、はなく、ならない、歌はない、あ、次か、こっから、あー、ならない、ならない、あー、おしゃ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 、あー、勝ち、あー、やっぱちゃんと4と5あるんだな。ここで決まる可能性あるぞ。あー、パンチかい。さあ、ラストバトル、ラストバトル、まあ 80% っすかね、ね、80% っすか、人も変わった、先生はならない、頼むぞ。よし、入った、やっぱ強いね、強いですね、しかもリエークまでいい、ね、よし、パーフェクト、完璧。おおおお、来たー、出たー、ザザ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 ザ
コスモが爆発した。間違ってアダダ覚醒出てこねえかな。出てこないんですね。さあ早期に7揃い、早い段階で7揃いを引くんだ引くんだ引くんだ、7揃い、7揃いボトム。お、なし。あ、これ MB じゃない。よしよしよし、 MB は終わんないから。ここ MB は終わりません。 MB は終わらない。問題はここからだ。ここ、こっからダメ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 、ノー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 。いや、130ゲーム、何じゃ何じゃ。およかろう。ここを駆け抜けて、いや待て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 、なぜだ、始まった瞬間マジ言ってんだ、冗談じゃねえ、ジャグじゃねえよ。スイカ乗れ、スイカはね全然乗らないんだよな、乗った時でいけから。ヒョウチリなんだよな、やっぱヒョウチリがチャンス目。なんで巨人引かないの、気使っちゃってさ。いや、いいよ、いいよ、どうぞ第2、どうぞ引いていいよ。悪いかなと思って、いいよ引いて、あんまり好き勝手やんのもさ、やってねえし。だからこれ共通ベル対応だから、おー、巨人じゃないか、これ熱いじゃないのか、弱か。でも乗る、あ、乗る、なるほど、でも乗る、なるほどなるほど、そうそうそう、ちょっと矛盾すると熱いわけです。おお、これもじゃないか、あ、乗らない、乗らない、乗らない。じゃあこれ例えばここでドンちゃんとか出てくれば300乗るとか、もうそりゃ乗りますよ、もうメーカーも違うもんだって。ドンちゃんとか出てきたら、ドンちゃんが出てきたらもう300もじゃないと思う、多分激震が走る、本当業界に激震が走っちゃう。ああ始まった、やるしかね、もうやるしかね。さあ、こいつばっかだ。3号番終焉のシンフォニー、セイレーン、それだけだ。もうダメだ。何もない。負けるー。ああ、どうした。こんなに 50% で引けない。落とした。こんなに 50% で引けないんだっけ。あー、これは奇数だか偶数だか何もねえやつ。いやー、いけないな、いけないね、突破ゾーンまでたどり着けない、遠い。あー、もう、あー、もうやだー。これはいるよ、うわ、いる、当たった、やっぱ上だ。あー、初戦から、初戦俺来たばっかだぜ、聖夜来た。むむ、あー、いや、あー、いやじゃあこの1000ポイントを最後のあれとして、隣の聖夜へ移るってことでいいね。なんでだよ、トークしちゃったんじゃねえか。いや、じゃあちょっとあともう残り40分30分ぐらいなんで、うん、もうこの先輩ともし外れたらちょっと隣の聖夜に移っちゃう。これ諦めて、これは追えません、これ以上隣に行きます。高設定ポイントバカなんじゃねえのかってなっちゃうね。いねえわ。残念、無念、いねえ。 OK、 とりあえず今28分なんで、うん、セントセイヤとの戦いはちょっとお預けします。今日はもう時間がないから、うん、一旦ここでドロー、ドロー、いや、You lose じゃないの、ドロー、 You lose じゃないの、これで終わりですか。いや、
これあれかい、今日投資1万5000円だから、攻め J で、攻め J ビッグ2例とかで、攻め J ビッグ2例とかで、北海道の指名はジャグラーだよ。なんかあるかな、攻め J、 よし、うわ、そうなの、残り時間がねわずかなんだけども、やば、2100ゲームで、8の12、やば、合成105分の1でレギュラー確率が175分の1の台が、ね、空いてるんですよ。これがね北海道パワーなんですよ、6の可能性ぶり高、これがね、あ、なんかレギュラーが走っちゃったから嫌になっちゃったんだろうなっていうことなのか分かんないですけどね、やっぱこういうジャグラーがこの時間に今、まあ、3時前ですけど拾えちゃうんですよ。いや可能性ありますよ、伸びしろあるよこのジャグラー、これはこのジャグラーは間違いなく伸びしろあるよ、これ全然終日打てるな、頼むぞ、言うて投資は750枚ですから、ビッグ2、ビッグ2だけじゃまだ足りない、持ちコインが飲まれた場合はビッグ2回2連打では足りないぞ、あっ、ナイス、お、いいデベが出てましたミスター編集点気づきますか、気づきました、このデメ、あー、くそー、腹立つ、揃えれたんだね、わかりますか、このデメ、お、何、おりゃーレグーレギュラーボーです、来ました、有山の高設定アピール、わかったぞと、レグが167分の1、もうお前が高設定ならわかった、俺が必要なのはで、ダメだ、ピック、あ、でも結構ね、そうだ、面白いのが、ボートばかりでね、おととい、昨日生ゴーリーで収録したけど、うん、ファミリーがすごい来るわけです、ほう、お子さん連れがめちゃくちゃ来るわけ、ほう、やっぱそのお父さんお母さんがね、例えばそれこそナスママ大好き、バリク大好きって方がいっぱいいてね、その子供たちはやっぱ見てるわけよ、おー、一緒に見てんの、え、このこの人口臭い人だっけとか子供が言うわけ、おー、それはそれはリュウジ、それはリュウジこっちはね、あの4日間フル入ってない子っつって、おっしゃれー、ご家族で見てるんだよ、子供は入れ、よっしゃ、間に合う可能性できた、子供は何してんのボート上で、いや別にそのイベント見に来たりとか、別にいっぱい子供いるから、ボート上はもちろん買っちゃダメだよね、買っちゃダメ、買っちゃダメだけど、一緒に船見たりとか、でもそっか、船走ってんの見ても楽しいか、楽しい楽しい、お子さんたちとめっちゃ写真撮ったもん、へえ、そうなんだね、ね、すごい人数来るよマジで、そのバチクロ収録の日じゃない、百何十人来るよ行列だよ、サインの行列、その人たちはみんなパチンコパシを打つ人だからね、そうだね、ボートはやらない人もいるのかな、やらない人もいれば逆にボートだけしかやってない人もいる、はあ、はあはあ、うん、ボートだけしかやらないけど、あ、パチンコパシもたまに打つけど見てるぞみたいな、うん、おい、ショーラー来たぜ、おい、やっぱ当たるな、ゴー、あ、ゾロ目ゲーム、あ、あるよこれ、どう、足りねえか、足りねえか、750はねえか、もう一発か、もうワンビッグ、もうワンビッグ、もう一発か、余裕しよ、余裕しよ、もう一発か、もうワンビッグ引っ掛けたら勝てる、すぐ、あ、すぐください、どう、ダメ、無理、くれる、どう、無理、はい、あ、時間がね、32ゲーム目までやらしてくれオカルティックオカルティックオカルティック、はい、はい、はい、お時間です、あー、惜しい、いい、ジャグラーだった、たっての30分でボーナス3回、もう合成103分の1だもんな、あげます、まああるよね、開けますっていうか、あんたが取ったんだよこれだってあんたが作ったんじゃねえかな、これはい、はい、というわけでお時間が来てしまいましたので、エンディングを外に出て正確な3枚も発表させていただきます、お疲れ様でした、えいっ、はい、実践が終了いたしました、うむ、ほう、というわけで本日はですね、凱旋を朝から攻めるのを一旦手を止めて、そうですね、金凱旋、そう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 、
裏の道を行こうと、うん、あえて今まで相性が激悪であるセントセイヤ海王覚醒に挑んだ、うん、そしてミッションとしては疲れてる市川を癒す、そう楽しいね動画を見せていただいて、そう私はねただの見てるお客さんということで、そうなんです、やっていきましたけど、セイヤの方がねかなり挙動が良くてですね、うん、まあセイントラッシュは2回しか旗当たり取れなかったんですが、投資は1万5000円でストップしました。そうですね、やっぱ当たるのが早かったですね、ジェネラルバトルもね。そうなんですよ、ジェネラルバトル自体がね1、2、3、4、5、6、7発取ってるんです。うん、で、まあ7発取っての2回突破っていうのはまあまあまあ悪くはないと思うんですけど、まあまあまあ正直ね、うん、ただもう AR ってセイントラッシュ中にもレア子役が引けないね。これはね、今日はだから聖夜の日ではなかった。聖夜の日は あるんですか、聖夜の日ってのはあるんでしょうね。松本が聖夜から嫌われてるからないってことはない。いや、まだまだまだ聖夜の日あります、聖夜の日あると思うんですよ。本当ですか、見過ごしてると思うんですよ。今日レブ出るかもしれない、ね、レブの日だかもしれない。で、まあちょっとあの持ち込みをちょこっと持って最後ね、ジャグラーに行ったんです、うん、毎回、うん、恒例の。そしたらまたボーナスパパパンと3つ当たって、持ちコインはね562枚まで増えたんですが、1000円の方で1万5000円使ってるので投資が750枚、はい、3枚にすると188枚のマイナスです。なるほど、投資が750枚、回収562枚、3枚で188枚ということで、3枚的にはマイナスなんですけれども、はい、まず、1点、セイントセイヤ海王覚醒、うん、ちょっと私思いました、取れ高不足への恐れ、うん、相性の悪さ、それにちょっと敬遠してきましたけれども、うん、ちょっとやってやっかなと。お、せいやもうじゃあ風まで行ったのか。お、ちょっとカッチン来たね。ギャフンと言わせないともう気が済まないという状態に。これはと。お、思ったんで、あ、じゃあこれ取れる限りはせいや行ったろうかなと。取れる限りはスイヤ行って勝つまでやる、ギャフンと言わしてやろうと。おう、おこれやるわ。じゃあいいですね、決めました。いいですね、次回のナスママから、まあ、抽選番号と設置台数のあれにもあると思いますけれども、はい、入場してスイヤが空いてればスイヤ打ちます、必ず。マジで勝つまで。俺なんかあの漫画とか持ってっていいかな。ダメです、暇なんだよね。あの別に全然ぶっ込みのタクとかダメ。あ、ダメ、コートのみか。マジ？それは勝です。ああ、うん、それはいいんだ。それはいい。分かった。勉強になるからね。そうか。じゃあそれ。だからとりあえず一旦戦績や海王覚醒との勝負は置いときます。うん。ドロー。ドローですね。今日、今日も負けてないですね、あれね。だからこれ負けてないですね。夏場まで、戦績や海王覚醒これ3戦やってますけども、はい、まあ、今のところもうね、ボクシングで言えば前3ラウンドで終わった時点で、うん、もう TKO 寸前ですよ。そうですね、多分マイナス5000枚以上叩いてると思うんで。そうそうそう、ただ一発ぶちかぶせば KO 勝ちですから。確かにプラス5000枚も余裕。そう、何度でも言います、最後に立った方が勝ちなんですよ。そうですね、だから戦術や海洋覚醒に関してはドロー。そして私今日は戦術や海洋覚醒からおそらく80枚ぐらいのコイン持って、はい、追加投資することなく IM ジャグラーで562枚出しましたんで、 IM、はい、ジャグラーの方はプラスですね。そうですね、だからこっち勝ってます、勝ちです、ね、なんで1勝1分けなので今回も勝利ですね。なるほど、これ見てる人は納得いってるのかな。いってます。あ、いってる、はい、わかりました、納得いってます。リーで今年強いね、リズムなんで今年負けてないもんな。だからもうね、本当にあの何納得がいってないっていうんであれば、もうその、うん、なんていうの、じゃあ俺が負けるぐらいのその大敗を来た時に、うん、ようやくだ8万9万突っ込んで、うん、それで僕が勝ちって言えるかどうかっていう。そうね、うん、心の戦いね。そう、うん、ヘリクツの引き出しが開くかと、心の戦い、うん、だって俺得ねえんだよ、これだって勝つって言ってて。まあね、うん、ただ俺はまだ今日やれると思ってるから、ああ言います、いくつもあるし。いやだからね、行きますわ次回から。いやちょっとどうですか、見てる人もこれセイントセイヤ好きの方はいいですけど ね、うん、当分セイントセイヤ連チャンになりますけどね。もう知らねえと思ってね、うん、うん、多分あの本当 ART 入んない回とかまたお届けする可能性が大いにあると思うんですけど、うん、多分一番ドキドキしてるのは34の方だと思うんですけど、一番ドキドキしてるのはあいつがやるの。またこれプラス3枚で卒業ってことでいいですか。基本はプラス87枚とかでいいですか。うん、いいんですか。あ、いいんですね。いやもうそれはね一番嫌だね。終わったり浮いちゃってんな。もうできればドカーンと
浮いちゃってんな80枚っていう時はちょっと保留します。保留します、もうだからこれやっただろと、倒したろと、あこれぞ聖徹夜火曜学生だろと、大きく言える時にようやく勝利と。なるほどね、ちょうどいいやと。もうミッションが出るんだったら、うん、ない。最終的にはね、今日はね、私のことを癒してくれというのは、うん、まあ、台では叶いませんでしたが、高ポジションに台を取ったってことで半分かなって、そしてもう一つは、私は、近くの生パスタで癒されましたので、だねー、込み込みで成功。あそこのパスタ屋さんすげえ美味しい。知ってます？あそこのパスタ屋さん、あれ表参道に置いたら、まあ、奥稼げるぞ、あの店。奥稼げるって、いや、マジで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 。なんていう店でしたっけ？キャベツさん。キャベツさん、うん、超おすすめです。そこの方は全然僕のこと知らないと思う。勝手になんかね、パチンコ打ちそうな人たちが増えるかもしれない。今度は、今度はすいません、すいませんってことはないと思うんですけど、美味しいです。もうぜひ遊びに来たらね、お昼ご飯は行ってみてください。すぐそこにあるんでね、あの生パスタが最高です。最高でございます。というわけで、また定年センターに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 定年店さんって言おうとするから、佐賀先に来て定年センターにって言ってますね。定年店さんにもお邪魔する予定でございますので、もちろん来ますよ。じゃあ次ね、お邪魔するときには、うん、セイントセイヤ取らずに済むようだといいですけどね。なるほどね、うん、その間でもパーンとね、どっかでパーンと、まあ、理想はもう次ですよ、うん、理想次やれば本気になったらこんなもので終わりますから、うんうんうん、今までちょっと甘やかしてるだけだよ。怖いな、今日も本気だったのにな。怖いな、やってやりますから。これにて、はい、今回の夏が僕には終了しますが、はい、次回は取れればセイントセイヤ行きます。行きましょう。もし遊びに来た方、同じ島に来られる方は一緒に戦いましょう、うん、それではまた次回お会いしましょう。さようなら、さようなら、バイバイ。